が違う、人たちの威力が違う、天地ほどの差がある。ワクワクが止まらねえぞ。ちょっと待て、俺と戦い半々羽織。修行し直せたわけ者。何、今のは十二気づきでも何でもない。俺はそれをそのまま言っただけだからんだ。ああ、聞こえねえよ。おいおいおい、もしもーし、大丈夫ですか？諦めるなって。ああ、それは走馬灯ですね。まあ私は経験したことないので分かりませんけどね。今解毒剤を打ちますね。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸は。いや、今はそんな場合じゃない。無理だ。まださっきの言葉を取り消す気にならないのか。避けきれない。禰豆子。お前、それ。早く治れ、早く治れ、早く治れ。妹は兄をかばった。身を挺して。姉さんを捨てないで。いつもどんな時も。待って。そうしたらさっきのことも許してやる。分かった。話をしよう。出ておいで。坊や、この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも一つだけ、それを回避する方法が一つだけある。何を言ってるのかわからない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。うっとうしい。大声出さないでくれる？合わないね、君とは。俺が先にお前の首を切る。十二気づきである僕に勝てるならね。父には父の役割があり、母には母の役割がある。命をかけて。僕はね、お前の役割は何だ？それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身で。僕に勝つつもりなのかな？自分の役割を自覚した？待て！このくらいで死にはしないだろ。鬼なんだから。それでも従順にならないようなら。僕に近づきさえすれば首が切れるとか思ってない？今まであった鬼とは比べ物にならない強さだ。これが。少し黙っていろ。このままじゃ相手の思うツボだ。僕たちとは何か違うような。全集中。いける。このまま距離を詰めていけば勝てる。もういいよ、お前は。さよなら。絶対負けるわけにはいかないのに。日の神様になりきるんだ。お父さんのカムラよ。うちは火の仕事をするから。ねえ母さん。ん？あれは肺が凍りそうだよ。息？そう、正しい呼吸ができるようになれば途切れさせず継承していってくれ。今止まれば水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。相打ちになったとしても禰豆子頑張って。父さんが助けてくれた。勝てた。耳鳴りがひどい。体中に激痛が走ってる。伊之助を助けに行くんだ。血の匂いが濃くなった。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？もういい。お前も妹も殺してやる。呼吸を整えろ。急げ早く。そもそも何の未練もなくお前たちを刻めるよ。焦るな。息を乱すな。あとは任せろ。特殊臨戦全集中。11の方が何だって言うんだ。一本も届かなかったのか。そんなはずはない。もう一度。今までしくじったことなかったのに、この家族ごっこ。やっと追い詰めたぜ。おいあれ。あ、しかし見た目が子供だろうと鬼には変わらん。見逃せば何でもする。言う通りにするから助けて。覚悟しろ。今日から君も僕の家族だ。なんで？私たち家族の能力は全部ルイのもの。特別に許されているのよ。感じるかい？さあ、表をお上げ。おめでとう。これで本当の家族だ。血のつながりなんかない寄せ集めの家族だもの。時々戻ってしまうんです。ちゃんと母さんをやって。分かってるわルイの要求や命令に従わないものは切り刻まれたり。私、あなたバカじゃないでしょ。他のみんなと違ってね。ルイがあの方に呼ばれて山を降りるの。その隙に逃げられるわ。残念だね。私は違う。それなのにしくじった。鬼狩りがそこまで来てる。知ってるよね。見せ物じゃないんだけど。まず妖怪液が邪魔な服を溶かす。こんばんは。私と仲良くするつもりはないみたいですね。逆らったらバラバラに刻まれる。はい。でも仲良くするためにはいくつか聞くことがあります。でも命令されて仕方なかったのよ。80人は食っていますよね。食ってないわ、そんなに。大量に繭がぶら下がっているのを見てきました。中に囚われた人々は、私は怒っているのではないですよ。確認しているだけ。罰？そうすれば私たちは仲良くなれます。お腹を切って内臓を引きずり出したり、あなたの罪は許される。一緒に頑張りましょう。冗談じゃないわよ。死ね、クソ女。残念残念。虫の呼吸。そうか、体が小さくて腕力がないから首を切れないんだわ。鬼を殺せる毒を作った、ちょっとすごい人なんですよ。大丈夫ですか？もう死んでいるので、あのまま腐ります。よかったです。殺す兄弟。だから私たちに家族の真似をさせたの？禰豆子。